こんにちは、アリエルです。アリスです。なんかめっちゃ新鮮だね。うん、いいよね。うん。なんかめっちゃ、なんか突然なんだけど、最近変わったこととか、驚いたこととか、まあなんか、アリエルの中で一番印象に残ってることとかってある？学校のこととかでもいいし。毎朝電車で学校行ってるの。うん、それで、あ、今頑張ってることね。頑張ってる。なんか楽しいことは、朝自分で結構早く電車の中入っていい席取るのが好き。いい席取るの？そう、席が縦に並んでて、うん、時々一人用の席があって1両に4席ぐらい、それを取るのが好きなの。だから入って、一番最初はホームでちゃんと並んで入って、座って、それでまあラッキーみたいな。ラッキー。うん。あで。だけど気をつけないといけないのが、こっち側座ると太陽がすごい、眩しくて暑くてカーテンないから、だからこっち側に座れないと嫌だな。で、本当に混んでる時は、また一回出て、ちゃんと並んで一番先頭に、多分ね、12分でまた次の電車が来るから、それに乗る。すごいね、初めてね、こんな電車乗り降りでね、こんな熱く語ってくれるの、ね、多分ありえる、初めて。ゲームみたいで楽しいんだよ。そうなんだ。前はポケモンの電車に乗った。ポケモンのポスターだらけで、中も、外もシールみたいなの貼ってあった。そうなんだ。これはどのキャラクターですかってクイズがたくさんあった。アリエルはポケモンで、なんか好きなポケモンいる？いない。いないか。わからない。他ないですか？もう何が？何でもいい、本当。なんか言いたいこととか。これからやりたいこと、でいい？いいよ。それは、なんか前、結構前なんだけど、ガチャガチャでエビを育てるっていうやつがあったの。そう、エビの卵が、乾燥してて、すっごいちっちゃいの。もうね、5000粒ぐらいあるの。5000粒？本当に、で、1粒、本当にちっちゃくて、袋に入ってるから5000粒ぐらいあって、あと、スコップもついてるし、あと、餌もついてるんだけど、塩も、塩水にするための塩、それついてるから、簡単になんかエビが育ててるみたいな。すごいね。まだやってないけど、やりたい。あ、そうなんだ。それはどこにあったの？なんかね、地味なところ。地味なところ、じゃあ、今度は皆さんも見つけたらやってみてくださいね。でも、もうや、ないかも。ずっと前だもん。1年前ぐらい。それでエビの他に何かあるの？さあ、さあ、じゃあそれを見つけたらのお楽しみということで、じゃあまたねー。バイバイ。バイバイ。クイズ、クイズ。なんでアリエルがアリスより背高いか、クイズだよ。考えてねー。なんだっけ？まあいいや。バイバイ。バイバイ。バイバイ。で、答え言うね。答えは、アリエルがアリスの靴履いてて、アリエルがアリスの靴履いてるからだよ。いつもアリエル、ほぼぺったんこの靴履くの。だけど、アリスはいつもヒールなの。で、帰ってみただけ。本当にね、なんか、アリスのぺったんこ、あんま見たことないから、てか、一回も見たことないから、すごい変なの。面白い。で、変？アリエルのね、足がなんか細く見える。それは嬉しいかも。バイバーイ。バイバーイ。